ックアカデミーダンス科、私たちは那須ミュージックアカデミーという音楽教室のダンス科メンバーです。ダンス科は TRF サムさんのサポートのもと2012年に誕生いたしました。先生や家族の温かい愛のもと、音楽を通じてみんなで切磋琢磨し楽しんでいます。今日は大好きな先生の作品を皆様に披露できて嬉しいです。全ての皆様に感謝の気持ちを込めて精一杯踊ります。はい、僕もサムさんと実際に那須さんを通じて会ったことあります。おー、そうだったんですか。ほんまにですから、はい、この那須ミュージックアカデミー、略して NMA、 なんとまあ高いスタジオと僕は呼んでます。いいですね、素晴らしいと思います。それでは、那須ミュージックアカデミーダンス科の皆さんです。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私たちは那須ミュージックアカデミーという音楽教室のメンバーです。2022年那須ミュージックアカデミーのテーマは勇気です。今日は皆様に勇気をお届けいたします。どんな状況下でも前向きに進むエネルギーあふれる那須ミュージックアカデミーダンス科メンバーにご注目ください。さあみんな集まって。プログラム1番はあやこクラス振り付け中級ダンスです。昔より綺麗になったみたい。
道へ進み夢を手にした池田鈴香さんでした。素敵なダンスありがとうございました。続きましてはプログラム3番強化クラスハウス初級コースです。レッツスタート。
のコンテンポラリーコースでした。表現豊かなパフォーマンスをありがとうございました。雪のクラスコンテンポラリーコースは土曜日13時15分よりレッスンを行っております。とってもキュートながら身体能力が抜群な雪の先生がレッスンしてくださいます。続きましてはプログラム5番あやこクラス振り付け初級コースです。レッツスタート。Thank you.
流行りの K-POP をノリノリで披露してくれました。音楽は生涯のお友達、ナスミュージックアカデミーのテーマにぴったりのメンバーでした。続きましてはプログラム7番鳥を飾ってくれるのは強化クラスハウス中級コースです。レッツスタート。Thank you.
は一人一人が主役です。5月末からニュークラススタート。自己表現ができることは夢への第